こんにちは、永田絵本です。僕は戦うイラストクリエイターを目指しています。そのために一歩一歩進んでいけたらなと思っています。今僕は新規のプラットフォームの立ち上げのメンバーに参加させてもらっています。こちらの案件はネットで見かけて応募したものです。採用していただけて本当にありがたいです。全力で取り組んでいきたいなと思っています。そしてお仕事をもらう手段として、今回のようにクリエイターの募集案件を自分で見つけて応募するという方法の他に、エージェンシーにクリエイター登録をしてお仕事を仲介していただくという方法があります。エージェンシーはクリエイターを探している企業と仕事を探しているクリエイターと結びつけてくれる会社です。また仕事や作品についての相談に乗ってもらえたり、クリエイターの営業活動、マネージメントをエージェントが代わりに行っていただけたりもするそうです。そしてエージェンシーにクリエイター登録するには、プロのイラストレーターとして仕事を任せられるかどうかという判断が行われるそうです。そのため実務経験の有無やポートフォリオを提出して、一定の基準を満たしていないとクリエイター登録はできないということになっているそうです。また会社によっては一度審査に落ちてしまうと2年は再審査を受けれないというところもあるそうなので、クリエイター登録の申請をする際にはそういった点も踏まえて応募を検討してみるのが良いかと思います。そして僕は今回いろいろと調べてみたのですが、まずは2社のエージェンシーに応募をすることにしました。どちらもイラストレーターエージェンシーとしては大手の会社になると思います。初めてなのでどうなるか分かりませんが、チャレンジしたいと思います。提出書類としては以前に作成したホームページポートフォリオサイトの方を提出したいと思います。審査には3日から5日ほどかかるそうなので、家宝は寝て待て審査の結果を待ちたいと思います。審査の結果が出ました。結果は1社落ちて1社受かりました。とても嬉しいです。受からなかった方はとても残念ですが、今回はご縁がなかったということで、またの機会にチャンスがあればまた応募したいなと思います。そして受かったのはシュガーイラストレーターズクラブさんです。今後どのように関わっていただけるのか今からとても楽しみです。永田絵本を採用してよかった、そう思っていただけるように、一つ一つの仕事を全力で取り組んで恩返しをしていけたらなと思っています。そして今回応募して思ったことは、実績とポートフォリオ、この2つはやはりとても重要だなと再認識しました。実績を作るのはとても大変だと思います。そのためにもポートフォリオが重要だと思います。ポートフォリオを充実させるためにはやはり作品を作り続けることが大切だと思います。そしてそれを発表する、そういったことも大切ではないかと感じています。作品を発表すればモチベーションの維持にもつながるし、自分の課題といったところも見つけられるかなと思うからです。そしてすでに発表した作品をポートフォリオとして見てくれているクライアントさんがいるかもしれません。自分をアピールすることはフリーランスとしてやっていくにはとても重要なことだと思います。なので一つでも多くの作品を作って発表していけたらなと思っています。戦うイラストクリエイターへの道、まだまだ歩き始めたばかりで目指す頂きは遠い、だけど踏み出さなかったら絶対にたどり着くことはできない、一歩一歩少しずつでも進んでいきたい、そんな思いで頑張っていきたいと思います。永田絵本でした。寮でね、子供を失ったクジラがいたの。とってもとっても心の優しいクジラ。だけどね、子供を失ったクジラの心は怒りと憎しみに覆われてしまったんだ。こんなにも人を憎いと思ったことはない。許すことなんか絶対にできない。
そう強く思ってしまっていたんだ。だけどね、苦しい、心が苦しい。クジラはそんな憎しみの心を持った自分のことが嫌で嫌で仕方がなかったんだ。そんなある晩、クジラは夜空を見上げてみたんだ。すごく綺麗な星空。この星空みたいに僕の心も綺麗になればいいのにな。クジラはそうつぶやいたんだ。するとね、流れ星、夜空に星が流れたんだ。その星は海に落っこちて人手に変わった。そしてその人手は驚いてるクジラに向かってこう言ったんだ。ただいま、また会えて嬉しいよ。クジラの子供はね、人手になって生まれ変わったんだ。クジラのね、怒りと憎しみが海に消えてった。夜空の星はきっとみんなの願い事。